皆さん、こんにちは。多数のテレビドラマに出演し、菊田一夫演劇賞や名古屋演劇ペンクラブ賞などを受賞している日本を代表する女優、山本陽子さん。実はそんな彼女が2024年2月21日、静岡・熱海市内の病院で死去したことが判明しました。81歳でした。時代の一つを築き上げた名女優の死去に、周囲は驚きと悲しみに包まれています。今回は山本陽子さんの軌跡、熱愛、晩年の生活について紹介していきます。ぜひ最後までご視聴お願いいたします。山本さんは1942年3月17日生まれ、東京府東京市中野区、現在の東京都中野区のご出身です。身長155センチ、学歴は国学院高等学校卒業。趣味は日本画制作、ゴルフ、麻雀、骨董品収集、韓国ドラマ鑑賞、車の運転です。ちなみに山本陽子は本名です。山本さんは高校卒業後、野村証券に就職し、2年以上事務員として働かれていたのですが、同僚が内緒で日活ニューフェイスに山本さんの応募書類を送ったところ、見事合格。こうして山本さんは1963年第7期日活ニューフェイスとして芸能界入りすると、翌年の1964年には赤いハンカチで映画デビューされたのでした。そしてその後は数多くの日活映画に出演されるも、当時は吉永小百合さんら日活3人娘の最盛期ということもあって、なかなか作品に恵まれず、やがてテレビドラマに活動の場をシフトされると、清潔感あふれる美女役を多く演じられ、高視聴率女優と呼ばれるまでに。その後は次第に演技の幅を広げられ、1976年「隣の芝生」では姑の対立を機に自立していく主婦、1982年「黒川の手帳」では金を横領する悪女を演じられるなど、さまざまな役を演じ、演技派女優としての地位を確立されたのでした。なんとブロマイドの年間売り上げが吉永小百合さんを抑えて女性部門第1位になったことも。この勢いに乗り、白い影、ザ・ハングマンなど多くの話題作に出演しました。また1980年には舞台「花うずみ」で主演を務められると、以降テレビドラマと並行して文学作品や喜劇など幅広いジャンルの舞台にも数多く出演され、1994年にはおはんの演技が高く評価されて第19回菊田一夫演劇賞を受賞。上演回数は400回以上を記録。2006年には舞台「彩り橋」の演技で名古屋演劇ペンクラブ賞を受賞されています。ちなみに山本さんは舞台での演技について、 100% 満足したことはない、演じ終えた後はまず反省点が頭に浮かぶ、挑戦した結果として課題と次にチャレンジしたいことが見えてくる、だから50年も続けられているのではと語っておられました。ところで山本さんは1986年テレビドラマ「ザ・ハングマン V」で敵、貴様何者だ、山本さん、闇に舞う蝶、パピヨン、眠っていただきますの決まり文句とともに、バラの花から睡眠ガスをシューッと吹きつけて敵をやっつけるコードネームパピヨンに扮しておられるのですが、ハングマン V といえば闇に舞う蝶パピヨンと言われるほど人気を博したそうで、今もなお根強い人気があるそうです。また山本さんは2011年には村の掟により70歳になると、村ぐるみで家族に捨てられた老女たちが過酷な自然の中で生き延びていく姿を描いた映画「デンデラン」に出演されているのですが、なんと真冬の山形で1ヶ月半もの間、ものすごい雪の中でロケをされたそうで、この作品は浅岡瑠璃子さん、倍賞光子さん、草笛光子さんといったそうそうたるメンバーが出演しましてね、題材が「奪捨て」
なので役柄が皆80歳以上、皆ノーメイクでボロボロの衣装をまとってテントを立てても飛んでしまうような猛吹雪の中を山頂に向かって延々と歩くわけですが、寒さが半端じゃなかったです。カイロなんていくら貼っても効かないくらいと明かされています。それでも過酷なロケでしたが、本当にいい経験になりました。だってとてもじゃないですけどプライベートでは絶対に行けないところですし、猛吹雪の中を歩くなんて仕事でなければできないことですから、この仕事はそういう経験ができるのが魅力ですねとおっしゃっており、高齢になってもなお山本さんの女優魂は衰え知らずです。女優として成功を収めた山本さん、過去には2人の男性とお付き合いをしていたことがあります。1人目は俳優の田宮二郎さん。ただこの時タミヤさんには奥さんとお子さんがいたため不倫関係ということになります。二人の出会いは1978年に放送された白い巨塔での共演がきっかけだったと言われています。山本さんが31歳、タミヤさんが38歳、年齢差は7歳でした。当時山本さんはタミヤさんのマンションに住んでいたようで、これに対しタミヤさんは山本さんは住んでいない、彼女のファミリーにお貸ししているんですと答えています。とはいえ誰も信じてはおらず、二人の仲は公然の秘密といった感じでした。ところが1978年にタミヤさんは猟銃を使って突然の自殺、二人の関係は悲しい結末を迎えました。自殺の理由についてはタミヤさんが躁うつ病だったことが大きな原因とみられています。そして2人目の男性はアイドルの沖田博之さん。沖田さんといえば1980年頃に大ブームを引き起こしたタケノコ族のリーダー的存在でした。なんと親衛隊までいたほどの大人気ぶり。原宿の歩行者天国で踊っていたところをスカウトされ芸能界入り、アイドルとしてデビューしました。二人が付き合っていると噂された当時、山本さんは40歳、沖田さんは20歳、かなりの年の差カップルで、すでに子供がいるという噂もあったようですが、これに関してはデマであることが分かっています。1983年1月に、六本木のクラブで仲良くお酒を飲む姿が目撃されたり、また1984年には、山本さんのマンションに、沖田さんが泊まったところも週刊誌に報道されています。この時の取材に対して山本さんは、彼が家に来たらお料理は作りませんがお茶くらいは出しますよと答えています。男女の関係については否定していますが、二人で泊まって何もないなんて果たしてそんなことはあるのでしょうか。関係者は当時の二人は陽子さん、ひろくんと呼び合う親密な関係だったと明かしています。その後2人は破局。1999年3月27日沖田さんは首吊り自殺をし、36歳という若さでこの世を去りました。自殺の理由は分かっていませんが、実刑が抱えていた借金が原因であるとも言われています。兄が経営していた会社が経営難となり、その連帯保証人が沖田さんだったそう。沖田さんの所属事務所社長である須川雅彦さんは、沖田さんが生活に困っていたという事実は否定し、プロダクションから補助する形で稼ぎ以上の賃金を渡すことはあったとマスコミの取材に対し答えています。沖田さんは山本さんとの破局後、一般女性と結婚をしています。山本さんと沖田さんの破局については、年の差に世間の反応が厳しかったことと沖田さんの浮気が関係していたとのこと、また沖田さんの母親から、うちの息子をどうするつもりなんですかと詰め寄られたこともあったんだとか。そして二人の熱愛スクープを週刊誌に売ったのが津川雅彦さんだったと言われています。真意については分かりませんが、この事実が本当であれば事務所も山本さんと沖田さんの関係を反対していたということになります。二人の男性と熱愛をしていた山本さん、結局どちらの恋も結ばれることなく、最後には悲しい結末を迎えています。その後は女優として成功を収めたことで
仕事と生活が充実したため結婚しないことを決意したそうです。2019年のインタビューでは、私は結婚しない人生を選んだのですから孤独だという発想は手放して一人を楽しまなくてはいけません、そう語っています。どうやら若い頃の結婚観が年を重ねるごとに変化していったようです。テレビ出演も減ってきましたが、それでも時折元気な姿を見せてくれていた山本さん。熱海でセカンドライフを送っていたとのこと。30年間暮らした東京のマンションを引き払って熱海へ移住したのは70歳の時。そのきっかけは家の中に物が増えすぎてしまったことだそうです。まだ身体が元気なうちに断捨離しようと決心。そのためには家をコンパクトにすればいいと思いついたそう。現在の自宅はゆとりがテーマになっていて、廊下が広い代わりに部屋は狭く、余計なものが増えないようクローゼットはないそうです。70歳での移住というとどうしても就活と思われがちですが、山本さんが移住を決めた一番の理由は残りの人生を謳歌するため、つまり環境の一新を図ったわけですね。その後お住まいに移った心境を振り返り、山本さんはこのように語っていました。今住んでいるマンションはもともと知り合いの建築家が設計したもので、50代の時に別荘として購入しました。緑豊かなところで四季を感じられ、海が近くて温泉もあり、徒歩圏内に食料品を買えるところもある。それに東京へは車でも新幹線でも行き来できる、終の住処はここと思いました。東京で暮らしていたマンションは50坪でしたが、別荘は48坪。極端に延べ床面積が減るというわけではないですが、これまで東京と別荘2つあった住まいを1つにするわけですから荷物の整理が大変。そして東京にあった荷物を全部移すわけですから、それはそれは大変な作業でした。私は独り者で子供がいませんから、特に自分で責任を持たないといけません。私にとっては大事なものでも残して死んでしまうと後に残された人は困るでしょうから、自分で思い切ってどうにかしないといけないと思っています。そんな山本さんを困らせたのは別荘の収納スペースが東京の家に比べて少なかったことでした。別荘は和をテーマにしていて旅館みたいに素敵なんですが、収納はクローゼットやお布団をしまう場所など最低限しかありませんでした。東京にあった荷物を全部持っていくことはできません。そこで断捨離しなければと2ヶ月ほどかけて荷物の整理をしました。元来整理整頓好きで、部屋が片付いていないと落ち着かないタイプ。断捨離もすんなりとうまくいくと思っていました。ところがいざ整理し始めると、着られなくなった服もダイエットしたらまた着られるようになるんじゃないかしらなんて思い始めてね。着ていない T シャツだってこれ寝巻きにできるんじゃないかしらと迷ったり、でもそうすると結局捨てられないでしょ。洋服はサイズや好みがあるから簡単に人様に差し上げられないですし、だから洋服はこれは今の私に合わないからいらないと思い切って捨てました。古い靴やバッグはドラマや映画の衣装を担当する知り合いに託しました。私はゴルフが趣味で、ゴルフ用のスパイクも未使用のまま何足か持っていたんですが、今はもうスパイクなんて使わないですからね。どうしようかと知り合いの衣装さんに相談してみたら、ゴルフ用のスパイクだけじゃなくて使えそうな靴やバッグも持ってきてと言われてお持ちしたんです。そうしたらこれは貴重だからありがたいって引き取ってもらえてありがたかったですね。厳選して手元に残したものの中には趣味で買い集めたものもありました。私は食器が大好きで、親交のあった作家の宇野千代先生とあちこちの骨董品店にご一緒して漆器類を買っては集めていました。京都ではあんどんも買いましたね。その時集めたものが今の家の和の雰囲気にぴったりはまって、ようやく日の目を見たという感じです。気に入った器だけはどうしても手放せないんですね。その他にもどうしても手放せないものがありました。
仕事で撮った写真やこれまで自分が出演したドラマ、映画を録画した VHS テープです。ビデオテープが思いのほかたくさん、200本以上もあったんです。写真はほとんど仕事で撮ったもので大量にある。こんなの自分以外持っていても価値がないし、早めに処分しなくてはと思っていたんですが、処分してしまうと二度と戻ってこないでしょ。だから決断できなくて、引っ越す際に全て持ってきてしまいました。断捨離で荷物を大幅に処分したつもりでも、思いがけず引っ越し先に持っていくものが多かったといいます。実際に荷物を持って行って、今の家にどれだけ入るか挑戦してみようという気持ちになってね、メジャーを片手に部屋の幅や高さを測って、ああでもないこうでもないと考えていました。熱海に住み始めてからはフラダンスを習ったり、日本画を描いたり、好きなことやりたいことをしてのんびり過ごしていたようです。また野村証券時代の同僚たちと今も交流が続いているそうで、家を訪れた友人たちに手料理を振る舞うこともあったそうですね。料理、掃除、洗濯などの家事はもちろん、読書をしたり、時にはお茶を立てたり、落ち着いた環境で心ゆくまで楽しんでいたようです。しかし、ただ好きなように暮らしているだけではありませんでした。健康についてもしっかりと考えていて、多い時は1日1万歩、少ない時でも7000歩のウォーキングを行っていたそうですね。天気が悪く外に出られない時にも、室内を5000歩程度歩いていたというから驚きでした。そんなに健康に気を使っていたのにもかかわらず、81歳で死去してしまった山本陽子さん。複数の関係者によると、亡くなった日は20日、また21日早朝との情報もあり、突然の訃報に周囲は驚いていました。上記でお伝えした通り、山本陽子さんは70歳を機に東京から熱海市に移住しており、双子のように仲の良かった実の姉が昨年春頃に死去していました。生涯独身を通し、自分がやりたいことを突き通した男勝りとも言われるその生き様が、昭和の強い女性を体現していたとも言われています。いかがでしたでしょうか。品のある凛とした美しさと妖艶な色香で多くのファンを魅了し、清楚な役も悪女役もこなしたスター女優山本陽子さん。亡き後もその名作は人々の心に光を灯してくれるでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。